are supposed to have a memory. It's a good contact. Have you ever tried? Oh yeah, I heard that too. Sounds too good to pass up. That reminds me. So it's the meat hungry.準備はできてるぜ。 なんか眠くなってきた。さて。 負ける気しないよ。 考え事か？結構強い。
出発するか。やんだみてえだな。
Your fate is gone. Strength で構つぜ。Aloha. Thank you for stopping. This might be the best vacation ever. This is gonna be a blast. This might be the best vacation ever. Cool. What's up that way?開けてみるか。やったぜ。はい、よっ。さっさと始めようぜ。任せといて。どうした？よっ、はっ、そっ、よっ。ちょっと休憩。完全に行くぜ。光がかりだ。何？来ないの？よし。俺の番か。次だ。相手にならねえな。
準備はできてるぜ。さて、いい感じだな。Take a walk, asshole.
Stood around. No, we're not too far. Reservation might be soon. What you looking at? Yeah.
can see you over there. そう。
てめえ。さあ、行きますか。任せといて。やっこねえんだ。やっ。やっと。ぶちかま。さっさとゴール。いつでもどうぞ。悪かったな。いや、分かった。私の出番ね。二人がかりだ。はっ。おや。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。
出てきたな。ここだよな。ああ、間違いねえはずだ。くそ、一杯食わされたか。だが、合言葉と妙に噛み合う。本場中国の焼き餃子だったな。確かに。じゃあとりあえず入ってみる？こりゃやっぱ外れかな。普通の中華だよ。ごめんなさいねお客さん、もうラストオーダー終わっちゃったの。また来てちょうだい。え、あのよ、俺ら本場中国の焼き餃子を食いに来たんだ。なんて？いや、本場中国の焼き餃子だって。間に合わねえかな。あちらのテーブルにどうぞ。これはどっちだ？わかんない。どっちにせよお腹空いちゃった。ダメでもここで何か食べていきましょう。それこそ本場中国の焼き餃子。中国では水餃子が一般的で、焼き餃子はほとんど食べられてね。あ、だからこんな合言葉なんだ。桐生さん博学。昔からクイズの類には縁があってな。しかし注文も聞きに来ねえな。こっちから呼ばねえとダメか。あの、すんません。ずいぶんでっけえ音だな。カムフラージュしてるのか。それにおそらくここだけじゃなく場所も候補がいくつかある。警察も手を焼くわけだ。Pardon the delay. Please enjoy yourselves tonight.
Oh. そうだ。悪かったな。わかった。はあ。キリュウさん。春日、違う。おい、すんませんでした。おう、え？おう。本日はようこそお越しくださいました。私、こちらの支配人を務めさせていただいております。本日のお客様には幸運の女神がついておいでだ。羨ましい限りです。へへへ、ありがとよ。ハワイにはご観光で？ま、観光半分、仕事半分ってとこかな。それはそれは。なあ支配人さんよ、楽しませちゃもらってるが、正直ここはちょいと物足りねえな。と申されますと？ギャンブルってのはこんなしけたチップを取ったり取られたりで楽しむもんじゃねえだろ。いやさ、噂に聞いてるんだよ、涅槃技師のこと。金はあるんだ、金は。でもうちの会社はまだまだ業界じゃ新参でな、あそこに行けるようなつては持ってねえんだよ。おかしな話だとは思わねえか。
身を焦がす勝負に挑む権利は年季で手にするものなのか。申し訳ありません。あそこにはここ以上の審査基準が設けられておりまして、私の一存ではご案内申し上げることはかなわないのです。おい支配人さんよ、そんな釣れないことを言うもんじゃねえ。こっちはあんたが頼りなんだ。頼むぜ。残念ながら。ここで行き詰まりかよ。支配人さん、涅槃岸には富士宮もお世話になってるはずですけど。ん？あなたは？申し遅れました。私、日本の富士宮家の長女、千歳と申します。この人、私の連れなんです。私の連れとしてなら、この方たちも一緒に涅槃岸へ案内してもらえるのではありませんか。ちいちゃん、おい、そんなこと言って実家に連絡行ったらどうすんだよ。一緒に家でしてくれるんでしょ。私だってね、本気で茜さんを助けたいの。それに私だってかっこいいとこ見せたいしね。さあ、いかがですか支配人さん。本部に確認を取ってもらえれば、私が本人だということはわかると思いますよ。少々お待ちください。いいのか。おそらく実家にも確認がいくぞ。これでちょっとは信用してもらえた。ああ、大したやつだ、あんた。くそ、カッコつけやがって。カッコよかったでしょ。お待たせいたしました。本部の確認が取れました。それで。大変失礼いたしました、富士宮千歳様。涅槃岸へご案内いたします。そう、ありがとう。さてと、本当へ一歩近づけたね。一歩どころじゃねえ、もう手を伸ばしゃ届く距離だ。ありがとな、ちいちゃん。素直でよろしい。で、どうする、早速乗り込むのか。そうしたいところだが、春日は本当たちに追われる立場だからな。涅槃岸に自分から乗り込むのは飛んで火にいる夏の虫ですか。確かに。春日、お前は後方支援に回ってもらう。後方支援って何ですか。俺、頭使う感じのはどちらかというと苦手で。涅槃岸のそばで俺らの様子を見てくれりゃいい。これから乗り込む先は岩城の本丸にある裏カジノだ。いざって時に外から脱出ルートを確保するんだ。花輪に行って大道寺の通信機器を一式揃えてもらおう。へえ、通信機材。へへ、ちょっと面白そうじゃないですか。おお、悪には悪の正義があるってこと、今なら分かる気がするよ。おっしゃ、大当たりだ。うっしゃ、今日はついてるぜ。
Aloha. Thank you for stopping. How's it, my man? Hey, where you headed? Hey, it's all... Ooh. Mm-hmm.
いえ。これだな。うまく取れたぜ。You should get back to the hotel.
リーナ。これだな。うまく取れたぜ。これだな。かかってきやれ。全力でかまって。うまく取れたぜ。いい感じだな。Thank you for stopping. Why is it so big? We might need to stay another round here. Don't run off. It's so big. We might need to stay another round here. Take a break. これだな。うまく取れたぜ。Mm-hmm.
これだな。うまく取れたぜ。Aloha. Thank you. ご要望は？始めるよ。だいぶいこ。これでいい？念入りに。始める。はい、出来上がり。
これでいい？いい感じ。始めるよ。こんなところかな。助かるよ。いい仕事しなきゃね。悪いね。ありがたく受け取っ、また来てよ。どうも。やれるぜ。ちょっと。ああ。Ms. Fujinomiya, we've been expecting you. Thanks. Uh-huh.
儲けてやがんな。見えてるか？バッチリです。さすが大道寺一派。マジで007みてえだ。これから建物に入る。電波が悪くなってきたらすぐに行ってくれ。了解です。気をつけてください、桐生さん。みんなも伝えとくよ。よし、早速入るぞ。落ち着かねえなこの格好。俺靴下嫌いなんだよ。あ、サンダルに履き替えて。何言ってんのよ、ジャケットしてよ。 Right this way, Miss Fujinomiya. Thank you. じゃ、行きましょう。エスコートお願いできます？喜んで。何それかっこいい。俺は？俺何役？さあね、召使いとか。はあ、なんだよそれ。エレベーターに乗った。繋がってるか？ちょっと飛び飛びになりますけど大丈夫です。確かに第五地区とは比べ物にならねえセキュリティみたいだ。ですね、じいちゃんに感謝だわ。Thank you for waiting. Floor 7.5. Good luck to you. あの扉の奥が火事のすかね。ああ、問題はここからだ。してたのと随分違うな。いや、間違いなくここは超 VIP 向けだよ。見て、あれはビスケットっていうチップの一種。あれ1枚で1000万円くらいかな。 1000？ マジかよ。カスカ、見えてるか？はい、本当が接近しそうな人間は見当たりそうですか？バカ勝ちしてる客とか探してみる。 Hey, handsome. ちょっと、キリュウさん、どこ見てるんすか？お前のために良かれと思ってな。なんすかそれ、余裕っすね。一通り見て回ったが、飛び抜けてバカ勝ちしてるような客はいないな。アジア系が大半だな。しかしまあ、みんな楽しそうな子って。ねえ、今ちょっと客同士の話が聞こえたんだけど、もうすぐオーナーが来るんだって。オーナー？オ
目当てのウォントのことだな。そう、ウォント、ここには毎日顔を出しに来るみたい。もうすぐってどんくらいだよ。それは分からないけど。言ってるそばから来たよ。あれが。ようこそ涅槃騎士へ。いつもご実家にはお世話になっております、富士宮千歳様。それにカメラの向こうの春日一番さん、見えてますか？バレバレだったわけか。お気づきにはならなかったでしょうが、ここにいらっしゃるまでにありとあらゆるボディチェックはさせていただいたんですよ。小型の盗撮セットを検知するくらいわけはありません。何せここは世界中の VIP をお迎えする場ですから。 VIP を迎えるにしては随分と騒がしいところだな。ここのお客様方は当たり前の豪華さにはもう飽き飽きしているんです。ここへいらっしゃる方が満たしたいのは優越感なんですよ。ん？何のだ？アメリカという国に対してです。彼らが駆け出しの頃追いかけていた背中は大国アメリカでした。マッチョイズムと自由を謳歌する夢の国。そんなアメリカは常に憧れであり、しかし同時に劣等感を抱かせる存在だった。そのコンプレックスを払拭するために彼らは死に物狂いで働きました。しかしようやく彼らが成り上がった頃にはアメリカはすっかり様変わりしていた。多様性を重んじ、マッチョイズムを追放し、自由よりも気遣いを重んじる国になった。だからここでかつて憧れたアメリカを堪能するってわけか。はい、ここには彼らがかつて愛し心のどこかで憎んだアメリカの姿があります。お客様方にその思いの丈を存分に晴らしていただく、それが当カジノのコンセプトでして。あなた方もお遊びになればわかりますよ。あいにく興味ねえな。俺たちの目的はお前だ。それは光栄です。歓待いたしますよ。特に春日さんにはぜひお会いしたいと思っていたんです。お呼びいただけますか？来ちゃダメって伝えて。裏があるに決まってる。いや、裏も何も、奴は今まさに春日を脅してるんだ。来ないとこいつらを殺すぞってな。話が早くて助かります。だそうだ。聞こえたな。ええ、すぐに向かいます。いらしたようです。無事か、みんな。ああここの空気には一向に馴染めねえけどな。そっか、お待ちしておりました。ようこそ春日一番さん。お招きいただきありがとうよ。あんたには聞きてえことがあんだ。こちらもあなた方にお聞きしたいことがある。それはもうご存知ですね。
アカネさんのことか。それはこっちも同じだ。結構。ここは騒がしい。どうぞ奥でゆっくり語り合おうじゃありませんか。上等な酒を用意させます。ここを楽しむ時間もなしか。一応俺たちは客として来てんだけどな。申し訳ありません。ですが私の1分は高いですよ。それこそここでジャックポットを当てるくらいの価値はあるかと。言ってみただけだよ。ああ、行こうぜ。どうぞ。こりゃ、これがネハンギシの頑丈のボスのアジト。質素ってレベルじゃねえぞ。あんたの同業のバラクーダのとこにもお邪魔したんだけどよ、あっちのボスは分かりやすいマフィアのアジトって感じだった。あんたは随分とつつましやかなんだな。私も昔はね、死に物狂いで金を稼いで、ひたすら高いもので身を固めることに躍起になっていました。でもね、ある時分かってしまったんです。は？もう私はいついかなる時でも、金で買えるものは手に入れることができる。そう確信していれば、実際に手元に物があるかないかなんて、どうでもいいんですよ。手元にあるのは本当に必要なものだけでいい。私の場合、このデスクと椅子とパソコンです。表でサイコロの出目やらトランプの数に一喜一憂してる連中なぞ、そのことがまるで分かっていない。お客様は神様ですとまだ言わねえまでも、見下すのはいただけねえな。少々喋りすぎました。こういう話ができる相手がなかなかいないもので。さて本題といきましょう。春日一番さん、あなたはパレカナの養護施設で所長を務めていた茜という女性のご子息である。間違いありませんね。間違いないのかは正直わかんねえんだけどな。ま、多分そうだ。我々は茜さんを探している。彼女の居場所をご存知でしたら教えていただきたい。当然お礼は差し上げます。あいにく知らねえんだ。ま、知ってても教えねえけどな。その言葉が本当かどうか試してみるとしましょう。给他留张嘴说话，除了春日都杀了，不二宫的女儿也是。啊？なんつった？聞くまでねえって。みんな気合い入れろよ！おじけづきました。
行くぜ。おりゃ、うわっ、ほら、いいやつだ。さて、勲章を叩き潰す。おりゃ、あの構え、まるで付け入る隙がねえ。闇雲に攻撃するだけじゃ全力で行くよ。避けられちまったんだ。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。相手してやる。相手してあげる。ふう。こいつだ。行くぜ。はい、バリバリハッパー。デリバリー、よろしく。デリバリー頼むぜ。スマッ、遅いです。よし、おじけづきました。どうした、もらった。手加減はなしだ。寝てるわ。あまり調子に乗らない方が。こんな奴ら半殺しでは済まさんぞ。どうやらあなた方を見くびっていたようだ。ぶちかます。ちょっと休憩。調子だぜ。よし、上昇上昇。吸収が早いのよね。バカな。何なんだお前らは。どうやら見込み違いだったみてえだな。これでやっと落ち着いて話せるな。あんたに聞きたいことがあるんだ。アカネさんを追いかけてる訳を聞かせてくれ。彼女を見つけたらどうする気だ。それと俺が彼女の息子だって話は誰から聞いた。質問を絞ったらどうだ。好きなのから答えな。全部聞かせてもらう。もう頼れる部下は残ってねえんだろ。まだウォン父さんって言ったよな。あんたが頑丈のボスってことでいいのかな。総帥だ。そうかい、そりゃ悪かったよ。で、総帥のウォン父さん、あんたが茜さんを手下に探させてる理由は。あの人養護施設の優しい所長さんだぜ。あんたらみてえなのと何の接点がある。
俺が聞いてるうちに答えた方がいいと思うけどな。桐生さんは俺ほど優しくねえぞ。あんたが案外手強かったんで、少し疲れちゃいるがな。それでも安心してくれ。あんたが気持ちよく喋れるように全力でサポートしてやる。俺はできたらもうあんたを殴りたくねえんだ。あんたの部下たちも見てるしな。こんなとこで泣かせたり悲鳴上げさせたりすんのはいくらなんでもひどすぎる。恥はかかせたくねえ。ばあさんを探しているのは頼まれたからだ。どうせバラクーダも同じ理由で探している。何しろオーナーの案件だからな。オーナー？何言ってんだ。ここのオーナーはお前だろ。私が言っているのは、メハンギシなんてチンケなオーナーのことじゃない。ハワイのオーナーのことだ。ハワイのオーナー？我々ガンジオやバラクーダは表向き競合組織とされているが、実際はオーナーがそれぞれ支配する支部に過ぎない。オーナーとはまさにハワイの裏社会の所有者なのだ。アカネとかいうばあさんはオーナーの宝を盗んで逃げている。そいつを取り戻してやれば一つ貸しを作ることができる。オーナーは借りたもんを何倍にもして返してくれる。なんだそれ。統帅，我认为老板绝对不会希望听到您再多说一个字。啊，おい、座れ。老板会成倍给您的，可不只是帮他干活的报酬，背叛时需要付出的代价也是翻倍的。你小子难道是老板那边的奸细？你已经背叛了的事很快就会传到老板手下的耳朵里，接下来就由我来举火为号吧。举火什么意思？おい、俺らにも分かる言葉で話せ。誓死效忠，誓死效忠，誓死！ここやっぱり高いフロアだったよな。何が起きたんだよ今。あいつは何したんだ。どういうことだよ。おい、さっき中国語であいつなんて言ってたんだ。私のオーナーへの裏切りはすぐに知れ渡ると。飛び降りたのはオーナーからの監視役だったってことか。他には？のろしをあげると言っていた。そして外へ。のろし？じゃあさっきの飛び降りが裏切りを知らせる合図？息子が危ない。私の息子が。何？快联系我儿子在的那个房间，让人守好，谁也别放出来。そいつらの手をほどけ。息子に護衛を向かわせる。は、でも。よくわかるねえが言う通りにしてやってくれ。緊急事態らしい。桐生さんがそうやなら。息子の部屋に行かせてくれ。ペントハウスにいる。ここの最上階だ。分かった。
でも逃がさねえぞ。俺らもついていく。ならこっちだ。早く。慢了。あんたの息子っていくつだ？まだ6歳だ。母親は出て行った。シッターをつけている。6歳か。思ったより小さいな。你们是。其实您根本不用着急，统帅，因为令郎现在已经不在这个房间里了。那个女的也是我们的人，在遇见您之前一直就是了。遅かった。息子はもう連れ出されている。じゃあやっぱりこいつらも。そうだ。オーナーの手先だった。もう誰も信用できん。明明是你背叛在先吧，这种行为可是罪该万死。头给你打完，我炸了敌人。全力で行くよ。ビビってるのか。はい、よっ。ちょっと休憩。ガンガン行くぜ。艦長。要让我尽兴一点。俺の番か。俺の番だな。行くぜ。任せといて。手加減はなしだ。ここで勘弁してやるよ。叛徒、你把我儿子带去哪儿了？你要对他做什么？比起你儿子，还是先担心一下你自己吧。你说什么？我会让你儿子死在你的眼前，然后再杀了你。所以你儿子现在没事的，放心啦。混蛋，居然这样和我说话！你怎么敢？
さんはどこに連れて行かれたんだ。わからん。だが今はまずここを離れなければ。頼む、私をここから逃がしてくれ。そしたら何でも話す。部下はもう誰が信用できるのか今は判断できない。キリュウさん、このホテルから出た方が良さそうです。行きましょう。とにかく安全な場所を見つけねえと。今の奴は味方なんじゃねえか。さあな、見分けられん。とにかく構ってる暇はない。 Wang To has left the hotel with Kasuga and his crew. They're heading south. So make sure you tell the cops they went north. Got it. Over here! Someone just fell out the window! Come quick! I've never seen anything like this!もしもし、あ、エイちゃん。春日さん、ネットでニュースになってますよ。何があったんです？涅槃岸の上のフロアからホテルの人が投げ落とされたって。春日、後でかけ直す。警官が戻ってくぞ。これってどういうこと？この先ここで起きること、警察は見てなかったって言いたいんだ。くそ、こいつらみんなオーナーのスパイだったのか。なあ、あんたいくらなんでも人望なさすぎじゃねえか。違う、私は騙されていたんだ。まさかこんなことが。騙されすぎだろ。うるさい。そこまでだ。大丈夫だ、俺たちなら切り抜けられる。ここが正念場だ。行くぞ。バカにファンポスキア、後悔するなよ。よし、俺の番。これが俺の真骨頂よ。よし、やったな。この野郎。
おい、本当？くそ、ちーちゃん、ハンカチかなんか持ってるか？足を縛って血を止めねえと。うん、待ってて、何かあったと思う。こいつからゆっくり話を聞き出す時間が必要だ。それに誰にも襲われない場所も。それにはどっかで車を手に入れねえと。でもとりあえずこの場離れましょう。おい一番、ウォンを移動させる。おめえも肩貸せ。よ、一番、一旦ここでウォンを座らせよう。おい、大丈夫か、ウォンと。気が遠くなってきたよ。お前らが来てから何もかもがおかしくなった。そうか、そりゃ災難だったね。車探してくる。こいつをこれ以上歩かすのは無理だ。そうだな、一派のセーフハウスまで行けば治療できるはずだ。助かります。できるだけ早く戻る。ああ、頼んだ。あいつもオーナーの手下だとは考えないのか。あんたが誰も信用できなくなってるな、わかる。けどトミーは大丈夫だ。まあいい、あいつが裏切らなくても私が死にかけてることに変わりはない。まだ大丈夫そうに見えるぜ。しっかりしろ、あんたには聞きたい話が山ほどある。何だったかな。あんたが茜さんを探してたな。オーナーから頼まれたからだったな。オーナーの宝物ってのを茜さんが持って逃げている。ああ。何者なんだ、そのオーナーってやつ。オーナーは、私が考えていた以上に、この島を根深く牛耳っていた。私の組織にスパイを送り込み、警察にも、それにバラクーダにも内通者がいる。スパイたちのオーナーへの忠誠心は本物だ。お前らも見たろ、カジノから飛び降りたやつは私の裏切りをオーナーに知らせるために、それだけのために死んでみせた。オーナーの正体はな、ブライスだ。え、ブライスって。ハワイの教団、パレカナの教祖だ。彼がばあさんを探せと。教祖って嘘だろ。じゃああの人は。あれからは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それがなんで茜さんを捕まえようとすんだ。なんでだ、だってパレカナは茜さんが信じてた教団じゃねえのかよ。それが
なんで茜さんを捕まえようとすんだ。先々週くらいに防犯カメラで撮られたもんだ。パレカナの養護施設で。そうみたいね。ここ茜さんのいた施設だよ。見ろ春日、俺が大道寺一派に持たされていたのはその写真の一部だ。本当だ。おい、この茜さんの連れてる子は。その子こそがブライスの本当のお目当てだ。え？名前はラニー。このハワイでまさに神に等しい力を振るうブライスの地位を揺るがしうるたった一つの弱点だ。だからブライスは何としてもその子を探し出し始末する気だ。始末するだ。こんな小さい子を。ラニって言ったな。こんな小さい子をなんでブライスが狙ってんだ。まして始末するだ。待て。まずはブライスがハワイの裏社会を牛耳ってるって話からだ。説明してもらおうか。私も詳しくは知らんのだ。私がハワイで幅を利かせ始めた頃からすでにブライスはパレカナの代表でハワイ裏社会を支配していた。それっていつの話だよ。もう30年前にもなる。だからブライスの支配は少なく見積もっても30年は続いていることになる。やつは当時からあの見た目だった。30年前で。なら今あいつは何歳なんだよ。軽く90は超えてそうだな。話が本当ならとんだ怪物だ。当時の私はアメリカ本土への進出という野望があった。その手始めにここハワイで地盤作りを始めたのだ。ことは順調に進んだ。既存の中華系コミュニティを駆逐し、私はハワイにおける新たな中華系マフィアの王となった。それが頑丈の始まりか。そういうことだ。そろそろ本格的に本土進出を始めようかという頃、私のもとに一人の訪問者が現れた。オーナーの使い。そいつはそう名乗った。オーナー、ブライスのことか。ああ。だが当時の私はそのことを知らなかった。単身オーナーとやらの傘下に下るよう要請しに現れたその傲慢な男を当然突っ返したが、それが間違いだった。はん。その後一週間も経たずに私のもとに小包が届いた。ごく小ぶりの段ボール箱だ。発送元は私のふるさとからだった。段ボールには人間の頭部が入っていた。ふるさとに残した私の母だ。私の出生なんてそう簡単に突き止められる情報ではない。だが奴はあっさりやってのけて私に端的に示してみせたのだ。自分に逆らうとどういうことになるかをな。それ以降お前はブライスに屈したということか。ああ。だが
当然報復の機会を伺っていた。当然だ。肉親を殺されて黙っているほど私は根性なしではない。だから私の側近は徹底的に厳選した。どこからブライスに情報が漏れるかわからんからな。だがさっきの黒服か、お前のあんな身近にブライスのスパイは潜り込んでいた。そういうことだ。そしてパレカナの存在がここに深く関係してくる。ブライスのスパイはパレカナで養成されているのだ。洗脳か。ああ、ブライスはパレカナの代表であることを利用して一部の信者に教団ではなく自分自身を信奉するよう仕向けているんだ。そうして育てられた忠実な信者は奴の指令に忠実に命すら捨てて従う駒になる。それはお前たちもさっき見たはずだ。ブライスにとってパレカナの代表っていうのは単なる世を忍ぶ仮の姿ではないということだ。ブライスがただものじゃねえってことは分かった。さっきの質問に戻るぞ。なんでブライスはこのラニって子を狙ってんだ。それも分からん。今の話で分かったろう。私もドワイトのやつもブライスの命じるままだ。だがブライスから直接命令が下ることなんて滅多にない。それが今回起こった。ラニという少女を連れて行方をくらませているアカネという女性、その二人の身柄を確保しろとな。我々に知らされたのはそれだけだ。理由もクソもない。ブライスがそう命じたのだから私たちは従わざるを得ないのだ。はあ、ドワイトのやつそんなこと一言も言ってなかったぞ。謎の依頼主から1000万ドルの仕事が来たとしか。オーナーの存在を明かすわけにはいかないからな。奴の必死の嘘にお前らはまんまと騙されたんだろう。あの野郎、意外と役者じゃねえか。それで滅多にねえブライスからの命令だが、奴にとってアカネさんとラニって子がやたら重要な存在だってことがわかるわけだ。だからあんたはラニがブライスの弱点だって考えたんだな。ああ、それさえ確保すればブライスとの立場を逆転しうると狙っていたんだが、考えが甘かった。マフィアのボスだのカジノの支配人だろ、ご大層な肩書きの大人が訳も分からず子供一人を追いかけ回してますってか。きっとアカネさんはこのラニって子が狙われてることに気づいたんだ。だから一緒に逃げ出した。ああ、そう考えるのが自然だな。10歳かそこらってとこか、この子は。ああ、そんな女の子が寄ってたがって食い物にされよって時にその手を取ったのは茜さんだけだった。桐生さん、この子には助けがいる。今はどこを向いても真っ暗だと震えてるかもしれない。その先にちゃんと光はあるって誰かが教えてやらねえと。ええ、俺も 100% 同感ですよ、桐生さん。私の息子もバレカナにさらわれてる。このままにはしない。あ、みんなちょっと静かに。
誰だあいつら。私の部下ではなさそうだが。おい、ウォン父さんよ。ここにいるのは分かってんだ。足を怪我してるって？痛えだろ。もう出てきちゃえよ。楽になるぜ。病だ。私を嗅ぎつけてきたか。あいつもバレカーの手下なのか。いや、病はハワイのこと何も分かっちゃいない。オーナーにとって小物すぎるしな。相手にしてもらえない。じゃあ何しにここへ。病にしてみりゃ頑丈のナイフだ。うちを潰す絶好のチャンス。そう考えたんだろう。お前らもいるんだろ。春日に桐生さんよ。本当を差し出したらお前らはあんま痛くねえように殺してやるよ。勝手言いやがる。出てこないっすね、親父。連中もう逃げおおせてるんじゃ。怪我のあいつをかばって逃げてんだ。そんな早く逃げれるわけねえだろうな。まだその辺の影に隠れてる。でも親父、こう暗いとこれ以上探しようが。暗いから探せねえ。そんなちまいライト使ってるからだよ。お預かりします。なんか静かになってない？諦めてくれた？いや、あの病がそんな簡単に。確かに。あ？まさか。どうだ？これで明るくなったろ。暖も取れて一石二鳥。寒い。でたらめしやがる。ここにいたら丸焦げだ。逃げるぞ。キルさん。急げ。火の手が早い。よかった、ここなら一息。ほら、いたじゃないか。やるしかなさそうだな。こいつら倒せたとしても、ここからどうやって。心配すんな、じいちゃん。大丈夫だ。トミー、早いとこ頼むぜ。さあ、本気出さないと。いよいよ死ぬぜ、キリュウカズマ。この状況で出し惜しみなんてするんじゃねえぞ。中身後悔するなよ。あ、なんか上から落ちてきたよ。木が燃え落ちたみたいだな。うまく使えるかもしれねえ。あっつい、火に囲まれちゃったみたいね。はあ、近づこうもんなら無事じゃ済まなそうだ。ほら来いよ。どうし
したいんや。嫌われたら合わせるぞ。ぶちかまよ。へばってんじゃねえよ。どうした？相手してやる。受けてみな。ガツッと行くぜ。血がやばい。調子出てきたぞ。やるか。寒いよな。こいつで温めてやる。いったい。全力でいくよ。やっちまえ。セリア。来やがれ。何だこれ。傷が深い。手加減はなしだ。こうねえのか。さてと。寝てるわ。任せといて。へばってんじゃねえ。やるのか。覚悟。ちょっと休憩。ぶちかま。狙うか。合わせるぞ。足りねえんだ。こんなもんじゃよ。いつでもどうぞ。調子出てきたぞ。全力で行くよ。この調子で早速行きましょう。まだ強くなれるだな。悪くない気分だぜ。寒いな。大丈夫っすか、桐生さん。ああ、だがこのままじゃ全員焼け死ぬぞ。なら、ウォントーはここに置いてかない？私たちだけならなんとか逃げられるかも。バカな。頼む、助けてくれ。そうしてえのは山々なんだけどよ。頼みの綱と言ったら。避けろ、みんな。早く乗れ。よし、手貸してくれ。ほら、たぐって場合じゃねえぞ。運転はお前がやる、ちとせ。はい。堂島の竜がなんてざまだ。桐生さん！桐生さん！来るな！行け！俺らがみんなここでやられたら、茜さんたちを誰が守る？千歳、車出せ。ダメだ、待て！俺は大丈夫だ、行け！桐生さん！桐生さん！本当にも春日にも逃げられて、
残ったのは死にかけの化石だけか。昔あんたは俺の憧れだったのにな。残念だ。キリュウさんのスマホ電源を切られてるんです。 GPS で位置を突き止められないように。そういうことです。とりあえず落ち着きませんか、春日さん。ああ悪い。状況から察するにキリュウさんは捕らえられたと見るべきでしょう。もし殺されたのならわざわざ GPS の対策はしない。いや、キリュウさんを殺して死体ごと海に捨てたってのは、その場合もスマホの電源は切れるぜ。的確な指摘ですね。空気を読んでいないことを除けばですが。だってよ、決めつけは良くねえと思ってたな。トミーはちょっと静かにしてて。キリュウさんがやられるわけがねえさ。けど今はあの人にも助けがいる。大至急だな。ええ、今は茜さんとラニさんの捜索よりも緊急性が高いと言わざるを得ません。意外、てっきり逆のことを言うかと思った。キリュウなんて駒に過ぎないのだから放っておいて任務遂行を急げと。彼が大道寺一派の駒であることは事実です。ですが彼は替えの利かない駒です。任務遂行のためにこそ桐生さんの救出を優先すべきです。病の縄張りに乗り込むってことなら一応場所はわかる。俺もそこに出入りしてた。なら話は早えな。桐生さんを返してもらいに行く。お前はそう言うだろうけどよ、俺らは命からがら逃げてきたとこなんだぜ。しかも桐生さんが抜けた穴は埋まってねえ。俺らだけじゃ。花輪さん、あんたの腕っぷしを当てにしていいのか。階段を登るだけで息が切れますが、お役に立てそうですか。他を当たるよ。よくそれで桐生さんに命令できてたね。なあ、ねえ、なるほど。なあ、いいや。
もしもし、春日。よ、俺だ、俺。足立さんか。アローハーってか。今どこにいると思う。いや、せっかく電話くれたのに悪いんだけど、取り込み中でね。それどころじゃねえんだよ。ああ、やっぱりな。なんかそんな気がしてたんだ。ん？お前今どこにいるんだ、春日。力になるぜ。すぐ迎えに来い。俺ら空港を出るとこだ。空港ってハワイの？おうよ、俺もいるぜ、一番頼れる親友、南波さんだ。なんだよ、どうなってんだ。俺らも仕事なくて暇してたろ。だから初海外で困ってるであろうお前を助けに来てやったってわけだ。ありがてえ。早速二人の助けがいるんだ。大急ぎでな。そう来なくっちゃな。空港にいるんだったな。じゃあビーチの入り口あたりで落ち合えるか。せっかくハワイに来たとこ悪いんだけど、相手はまた日本のヤクザだ。そいつらから桐生さんを救い出す。なんだそりゃ。二人のおかげで光が見えてきた。じゃあ後でな。援軍の到着だ。これで桐生さんを助けに行ける。そんなにすげえ奴らなのか。私たちより。俺の仲間はみんな最高だよ。とにかく動こう。話は後だ。受けますか。またのお越し。どの試験を受けますか？こちらの試験でよ。
気分がカス、どの試験を受けますか？こちらの試験でよろしいですか？こちら、調子出てきたな。ガス、どの試験を受けますか？こちらの試験。張り切っていこう。調子出てきたな。なんだ？全力で行こうぜ。よっしゃ、行くぞ。
行くぜおめえら突撃しゃあやってやろうぜを変える。しゃ、行くぞ。しゃ、ファイター撃破。行くぜ。と。おめえに決めたぜ。これでどうだ。行くぜ。ほっ。流れを変える。これでどうだ。必殺技のチャンス到来。行くぜ。と。おめえに決めたぜ。楽しくなってきたな。ここだ。オーケー。どうや。よし。練習通り。流れを変える。どこから攻める。これでどうだ。行くぜ。とっておきの準備ができたぜ。楽しくなってきたな。おめえに決めたぜ。行くぜ。ナイス。よっしゃ。どれや。必殺が決まったぜ。決めたぜ。くたばれ。いい試合だったぜ。またな。準備はいいか。限界を超えていけ。スジモンバトル開戦だ。しゃあやってやろうぜ。相手さん、いい面構えだぜ。流れを変える。
くたばれ。ナイスな一撃だ。それ決めたぜ。行くぜ。シェア必殺技のチャンス到来。こいつで俺流れを変える。シェア決めたぜ。行くぜ。オーケー。くたばれ。シュッシュッ。流れを変える。よっしゃ。これがどうだ。決着だ。私の出番ね。You think I'm stupid? ほら来いよ。初的にさ。ちょっと休憩。ぶちかます。俺の番だな。相手してあげる。ほら、きれいにやった。
でもどうぞ。Let it out. 任せといて。ちょっと休憩。ぶちかます。よし、これだな。うまく取れたぜ。よう。わかった。全力で行こうぜ。絶対勝ってやろうぜ。スジモンバトル開戦だ。みんな勝ちに行くか。信じてる。流れを変える。せよ。シェア！ファイター撃破！それ！おら！おめえに決めたぜ！行くぜ！でどうだ。ナイスナイス。必殺技のチャンス到来。流れを変える。行くぜ。トーシャー。ファイター撃破。こいつで。ここだ。決めたぜ。シャーッ。いい試合だったぜ。またな。調子いいね。
力で行こうぜ。訓練を始めます。行くぜおめえら、突撃。みんな勝ちに行くか。流れを変える。くたばれ。シェーン、ファイター撃破。シェーン、行くぞ。おめえに決めたぜ。これでどうだ。流れを変える。行くぜ。とっておきの準備ができたぜ。よっしゃ。おめえに決めたぜ。これでどうだ。ナイスな一撃だ。どこから攻める。行くぜ。こいつで。これでどうだ。行くぜ。よっしゃ。うわー、流れを変える。おめえに決めたぜ。これでどうだ。いい試合だったぜ。またな。いただきます。ごちそうさま。
分かった。おめえら準備はいいか。俺たちが負けるはずねえ。行くぜおめえら突撃。みんな勝ちに行くか。流れを変える。こいつは効くぞ。できたぜ。くたばれ。こいつは効くぞ。勝ててよかったな。負ける気しないよ。
ナンバー、アダチさん。待たせたな。本当に来てくれたんだな。なんかすげえ久々に会った気がするぜ、うん、おいおい、そんなに時間経ってねえぞ。どんだけいろいろあったんだ。そちらのお二人さんは。お、ああ紹介するよ。ちえちゃんにトミーだ。どうも。ハワイのギャングとやり合ってるうちに仲間になったよ。どうも。なるほど、君らがハワイの新パーティーってわけか。しかしギャングだなんだってお前、なんでおふくろさんに会いに来ただけでそんなことになるのかね。話すと長くなるんだけど。どっから話す？俺の生い立ちから行くか。なあ、それはちょいと長くなりそうだから、また今度な。あ、そう。キリュウさんが敵に捕まっちまっててよ。何？ちょっと状況を説明させてくれ。ああ、ごめんなさいね、ついて早々に。なあに、こいつに振り回されるのには慣れてるんだなあ。もうさっきも言ったけど、俺たちは暇だからよ。春日の頼みだ、いくらでも振り回してもらって構わねえぜ。なあ、俺の仲間は最高だろ。本当ね。よろしく。一番には振り回されたらしいさ。気合い入れてこぜ。おいよ。お、了解。よっしゃ。なるほどな。で、その病ってヤクザが仕切ってんのがナイトスクエアって一体なわけか。キリュウさんが捕まったとして、どの道居場所は病から聞き出すしかねえ。なんてこった。一瞬も観光してる暇がなかったな。キリュウさんを助け出したらゆっくり案内するよ。行こうぜ、病の根城に正面突破だ。大した作戦だ。だが嫌いじゃねえってんだろ。そういうこった。よっしゃ、なら桐生さんが心配だ。もたもたしてんなよ一番、置いてくぞ。ああ、行こう、頼りにしてるぜみんな。
日の頃はハワイなんて金持ちが確かにな。ハワイが憧れの地みたいなのはそんだけどこにでも手軽にっつっても俺はあんなきっかけがない。まあ理由はどうあれハワイ、そうだ、土産屋でペナントそれこそおっさんの発想。うん、わからん。勝手に探してくれや。仲良し。どうした、ダチさん。いや、スマホの地図だとこの辺に全然見当たらん。潰れたんじゃねえの。今日も元気に営業中のはずだ。じゃあスマホのマップがおかんだよ。進化してもこういうとこは。さっきから気になってたんだな。え、改良の余地あんのはあん。いらっしゃい。ご要望は？また来てよ。お、うん、シェーブアイスうまそうだね。あ、かき氷といや縁日とかでいい。ハワイは青。ああ、俺もブルーハワイが。だろう。いざ実際にハワイ、あながち間違ってなかったなって。そうかも。そんなハワイを楽しむため。で金使いすぎて真っ青に。よっしゃー。
アイスの路面店を見るとトルコアイスを、あの伸びるやつ美味しいよね。確かに路面店多いかも。まあ好きっちゃ好きなんだな。店主がアイスを渡してくれそうで、なかなかアイスくれないやつ。あれに勝ちたい。勝つって何？わかる。俺も常々一矢報いたいと思ってたんだ。足立さんもか。あれ途中何回かチャンス、きっと何か攻略法があるはずだ。ああ、俺たちの本気を見せてやるぜ。絶対にあんたたちとは行きたくない。あのくらいの犬を見ると警察犬と捜査して。警察犬か、かっこいいな。いや、相棒っていうよりも能力を発揮してもらうた。まあそのおかげで犬の扱い。マジか、ちょっとイメージと違うだろ。大変なんだよ警察。いや、足立さんが。どういう意味だおなろう。仲良し。これで行こうかね。決めちゃんだ。ビシッと決めなきゃな。ウクレレってどういう意味か知ってる？意味？意味なんてあんのか？そりゃあるよ。じゃあ二択。1、波が立つ。さあウクレレの意味はど？波が跳ねる。うん、正解。よく知ってんな。弦は軽快に弾く指が波のように。バッタとかじゃダメだったのかね。バッ…語呂悪っ。どうした？風邪か？いや、誰か俺のこと噂してんのかも。最近足立さん見ないわね、寂しい。日本に残してきた子猫ちゃんたち。くしゃみ一発でそこまで語れる？そんな褒めるんじゃねえよ。よっしゃとかでパソコン開いて仕事する人、日本でも最近よ。まあ働く場所へ。俺は誰かに画面とか見られそう。お、セキュリティだろ。パスワードも全部それちゃんと覚えら。いや、最近物忘れが。だから
思いつく単語を片っ、そのセキュリティ仲良し。定期的にブーム来るよな。まるで波のように。足立さんもやってたのかサーフィン。ああ浜辺で。まあ現実はそんなに甘くなくて、夢は儚く消え。さっきからちょいちょいポエム挟もうとして。いや、こんな感じでシャレオツに声かけて。そのせいなん。よっしゃいらっしゃい。ご要望は？これでいい？いい感じ。始めるよ。じれったいな。これでこんなところかな。また来てよ。いらっしゃい。ご要望は？いらっしゃい。ご要望は？悪いね。また来てよ。さて、
寿司屋のお茶ってなんか激アツ。それは口の中にそのおかげで。はあ、なるほどな。まあぶっちゃけ俺は猫舌な。この話を知ってからは暑さに。それ逆に舌やけどし、確か仲良し。たまには将棋やるのもいいな。ガキの頃は近所じゃ一番うまかったんだぜ。へえ。いつでも受けて立つぜ。えらい自信じゃねえか。おお、音を立てず。これ将棋崩しの話。よっしゃ。私はおみくじ引く。俺も初詣とかで引くぜ。京都が出るとへこんじまうけど。別、まあそれより悪くならん。それもそうだけど、私は大吉が出るまで引くからあまり。え、それってありなの？だって一回だけってどこ。幸運は自分の手で掴み取らなきゃ。次からは俺もめげずに大吉。おう。結構好きなんだが。まあ気持ちはわかるぜ。俺納豆ご飯を食いたいぜ。てと？きめ細かな粘りになるし腕も鍛えられて一石二鳥。朝っぱらからスト仲良し。公衆電話だ。まあこれだけ携帯が普及する。俺はアイドルのテレカとか集めいたな。テレフォンカードを集めて。ああ、だがレアなカードを後輩。カードに穴が開いちまって。もし昔ならではのエピソード。俺の心にも穴が開いちまって。お前も勝手に人のテレカ使ったらダメだぞ。わかってるよ。よっしゃ。せそうだ。
うん。